はい、どうもこんにちは、ティアスです。今回ですね、ついにリッパーで強化失敗されたと話題のね、強化内容が実際に実装されたということで遊んでいこうかなと思います。まあこのね、強化が入ってダウンしたサイバーの周りに、まあ小さい霧のエリアが生成されたりとか、ロケットチェアの周りに霧のエリアが生成されたりみたいな感じで、もうコメント欄ではね、大喜利のようになってましたね。もうひどい、一番ひどい言われ方だったらあれだね、リッパーがおもらししたみたいな感じの、おもらし型リッパーみたいな感じにも言われてましたね。まあ、やれドーナツなの、やれおもらしなの、散々言われてますけど、実際これどうなんて話を、これでね、実際強かったらね、おもらしだなんのに、もう言えないからね。まあ、そんなことで、まあ、実際に強いのかを、まあ、今回試してみようかなと思います。さあ、もうこれ、俺は一体なぜ傭兵を追っている？うん。まあ、実際問題、そんな弱いわけじゃないんだよな。実際あったらありがたいなって感じの性能は、まあ、使う前からも分かってはいるんですけど、まあ、それが、まあ、特に生きるのは、まあ、今回いるバッツのみたいな感じで、レンジャーのキャラクターが来た時に、まあ、とにかく、ファーストターン取ったってことは存在感1段階溜まってるから、引き返してるな。存在感1段階溜まってるから、絶対透明化できて、そっから、やっていこうみたいな感じになる。あ、いいね、オッケー。よしよし。普通にこのさ、ザックの携帯品、他の衣装と合わせるとめちゃめちゃかっこいいんだよな携帯品の中でかっこよさ全員一じゃねこれ、普通に。いや、できれば本当に抱っこモーションというか、まあ SSR だからないんだけど、風船モーションをオリジナルにしてくれたらもう本当に完璧だったこれ。よし、じゃあとりあえずここに捕まえましょう。さあ、監視者も外しつつ、多分今から外してるってことは、あ、これこれこれ、あ、でも早いかも。これもう透明化したんで、あー、なるほどね。まあ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 、まあ、なるほどねって言いながら、まあ、分かってたことなんで、もうこれが実際、実践で生きてくるかって感じだけど、あー、でもね、いいかもしれんな、これ。OK? まず、やり張ってて、返すんだな。OK! 衝動強すぎ。あ、救助、えら、反対側からも行けたのか。OK、OK。もうこれ、釣り返して、じゃんじゃん行こう。これ、釣り替えて、即釣っても、これ今、刃消費して、本当だったらこれ、すぐ透明化できないよってなってるんだけど、こう釣った瞬間だって、俺、すぐ透明化するんでしょ。あ、悪くないかもな、このね、やって思ったのが、はい、これで透明化3秒後に開始だから、このね、中間キャンプをしに行くまでの時間がめっちゃ早いわ。なんか、なんかそこいるな。まあ、とにかく、あ、なんかめちゃくちゃいる。めっちゃいっぱいいるけど、中距離にすごく見つけやすくなるっていうのもあるし、さあ、これザックじゃないから意味ないよ。あ、まあフラフ使ってくれた。一発殴れろ。オッケー。よしよし。まあ強気にその中距離キャンプしに行ける距離が、チームに伸びてますね。だからそれがやりやすい。オッケー、フラフ使ったし、弾も取れたし、で、ここですぐさ、これまた3秒後に入るから、一発食らったとしても、これで即3秒後、透明化して、これ殴れたら大ごとよ。あ、殴れるこれ。あ、強はい、これ皆さん、今回、おもらしリッパーの強み出ました。めっちゃいいやんけ。で、ここを回してるんで、一番感謝取れない位置に置いときつつ、よしよし。あ、悪くない、悪くない。え、普通に、みんないいんじゃないこれ。いいんじゃないですか。だって、霧のエリアにどんだけ小さかったとしても、絶対これね、サバイバーに触れる距離感があるから、これでまた、はい、3秒後に透明化。で、しかも地下だから、この上がる、これ、はいはいはい、もう透明化してる。あ、悪くないぞ。で、傭兵回復してくるか。あ、来るのか。はいはいはい。これ、刃だけ当てたい。やめて。あー、うますぎ、この刃。これまた衝動いける。はい。さあ、タメ攻撃も炸裂させて、で、この強権の人をフラフは使い切ってるから、あ、よくない。しっかりと当てたい。オッケー。さあ、ダウン取って、あ、そうか、キーパーさんだった。まあ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 、これで逃げてもらって、バッツマン、いる？いない。なんかめっちゃ、あ、向こう入れてます。あ、まあまあ、それはしゃない。もう起き上がれる。それ、粘着してくるかだけど、まあ、仮に来たとしても、これ3秒後に。来ないか。あ、来ないよ。OK、OK。よーし。あ、悪くないっす、みんな、これ。もうこの段階で結論出たな。これ、普通に強いっす。うん。まあ、かといって、リッパーの、ね、総合力がどのぐらい上がったかと言えれば、まあ、難しい問題だけど、これ、シンプルに、やっぱ、リッパーを普段から使ってる人とか、まあ、リッパーをね、使ってる人からしたら、マジでありがたい強化だと思う。やっぱ、この出だしがめちゃめちゃ速いわ。で、これで、このスピードで、策的一人飛ばした後とかの移動スピードも速いから、実際問題、その試合ペースっていうのはかなり速くなってる。うん。中距離までの移動までの出だしがめちゃくちゃ速くなってる。さあ、開いてまあ2回目、ここ行こうか。あぶねえギリギリ間に合った。今のヤンキーため攻撃、ため攻撃押してからの裏向きカードボタンね。あれ、緊張するよね。ため攻撃ボタン押しちゃってるから、早め裏向きカードの操作をしなきゃ間に合わないみたいな。あ、でもこれ、見てこの前作家ブンブンの動き。まあ今回のやつを一言でまあ分かりやすく言うと、まあ本当にまあ東方キャラクター、最近の東方ハンター、まあイタカの実装によって明らかに東方ハンターってレベルが上がったんですよね。まあそれに伴ってイタカを基準に強化されてるキャラクターがたくさんいたから、まあ本当にイタカみたいな存在感結構溜まってった後の
機動力っていうのを、まあ、より一層手にしたのかなと思います。これ本体か、まあ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 、でこれでよう部屋ちょっと無理だな。まあ場面を先に終わさせてもらう。あーなんか来てる、やめてほしい。あ最悪。まあ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 、あ今の壁攻撃終われる前に吹っ飛ばされたから止めが切れてない、それ嬉しい。ただこれをやりそう。オッケー、衝動最強すぎ。マジで衝動リッパー俺の中で今今年1来てるんだけど、ちょっと前はやっぱペンチリッパーは来てている。まあ今のね俺の流行りは衝動リッパーだね。衝動リッパーマジ強すぎ。超便利。はいオッケー。さあステインユードもうまく騙しつつ、これどうしよう、これちょっと場面行ってもいい、絶対バッツマンこれ騎士会生えてるの分かってるから今のタイミングで起こさなきゃサバイバー積むんですよね。あただこれ強すぎ。まあでも待て、衝動振ってるおかげで生還者なしが発動してるってことはダウンしてるサバイバーの近くにいるね。はいはいはい見つけた。よし追っちゃおう。傭兵は傭兵って俺消しが使わせてないよな。まあまだ起きれるけど追っていきましょう。あかわした、でもかわしたんだったら殴れない。あさすがにね。まあ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 、じゃあ普通に新風乗り越えしていきましょう。でそこ今回ヘイス入ってるから無理。よーしダウン取れる。おぶねー、肘当て持ってた。あ、OK 投稿してくれました。ということでまあちょっともう一戦で遊んで試してみようかなと思います。やっぱ時代はザックなわけよね。やっぱね、威嚇の強みが違うわ。まあ、ということで今回、もう一回試していくんですけど、やっぱ一戦目でだいぶ結論出たけど、まあ、かなり、強そうなことは分かってきました。で、今回も呪術師だったり、小説家、そしてカーボーイ、まあ、粘着、まあ、粘着、純粘着、まあ、チェイスも粘着もできそうな感じだし、カウボーイポジ。あー、カウボーイか。オッケーオッケーオッケー。まあ、良いでしょう。やっぱ、境界カウボーイ追いが正義なんでね。さあ、追っていこう。いや、でも本当に悪くないなっていう感じがしてる。さあ、あ、よかった、暗号機ない。ラッキー。これ、カウボーイ。うん、泣いてるだろ。いや、そこ暗号機ないんかーいってなってる。加速できないやんけってなってそう。で、まあ、普通に追っていくか。さあ、中央。まあ、中央小説家で貯められたくない気持ちはありますけども。まあ、とりあえずね、まあ、今回の強化を生かすためには何をともあれ存在感を貯めなくちゃならない。そこ、呪術か。これ、めっちゃ回し持ってる。うわ、呪術師置いてー、これ。これ、カウボーイ、タゲチェンして諦めて呪術師置いてー。けど、まあ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 。さあ、これ。オッケー、そっちが行くんならオッケー。まあ今のタイミングで打てば、使うのを見たら板の方へ打てば刃が絶対当たる。よし。さあここ、さあこっからですよ。これちょっと中央に感謝を聞きたいな。で、そんな移動スピード速くしたいタイミングで透明化が早く入っていく。いや、悪くない悪くない。はい、これ透明化。なんかサバイバーも予定よりいつもより早めにね、圧力かかっちゃうから。だってこれ今ぐらいでようやく前だったら透明化し始めしたから。って考えたらやっぱこの機動力、やっぱサバイバーの圧掛けってすごいやっぱ大事だから。うわ、透明化してるんか、ちょっと気をつけようっていう。で、しかも刃があるから、本当にうかつに近寄れない感じになるんで、それがすごく大事かなと思います。まあ、刃だけしか当てれる。オッケー、さあ、DD 取っていく。まあ、でもこれ、カウボ距離チェーの鬼だからな、こっから。追えるかリッパー。いけんのかないけないね。いけない。まあ、板破壊しよう。はい。さあやっぱなんかね、ざっくり以上、板割りめちゃくちゃ早く感じるんだよな。絶対気のせいなんだけどね。100% 気のせいだけど、板割りはめちゃめちゃ早く感じる。追っていこう。めっちゃ倒すと。あ、倒さないか、なるほど。じゃあ、ここ、そこ一歩見ちゃったら、確定。あー、最悪。左、右、右判定貫通させすぎた。やだ。あ、やだ、オッケー。多分この人、フラフォじゃないな。うん。多分、フラフォじゃない。左右、でも左右じゃないな。加速もしてなかったから、多分。フォローの可能性もあるか、もしくは縄を使った後にフラフォを使いたかった、その先生まだワンチャンこれフラフォあるな。うん、縄を先に優先してそれでミスっての構築中にダウンの可能性はある。この辺なんか誰かいたよな、小説家かなんか。あーそっちか。これはねー、ためられたくないですね。何フラフォ使わない。フラフォ読みでもう結構ガンガンいっちゃった。まあいいや、これで、まあ、これはこれで本溜まってないんで、ね、ここで30ぐらい溜まってたらここのターンで溜まっちゃうんでね。やだやだやだ、見てほしくないな、やめてほしい。あー最強、とにかくため動きは最強。よしで、まあ、これでどうしようかな。これ3秒でまだもう透明化してるから、もう今ここにいるのが呪術師だったとかその辺のキャラクターだったとしてもすぐ透明化していくから、すぐ呪いも使わせて、その後に呪いを使った後に刃でヒットしてダウンみたいな感じも取りやすい。あ悪くないで、これほらほらもう透明化。いいね、よりなんか帰ってきたわ。やっぱ元祖リッパーはまあ東方キャラクターだけど足が速いから全体とかもちょっとできますよみたいな、まあでかなりできますよっていうキャラクター昔そうだったんだけど、まあそれが帰ってきた感あるな。あ悪くないんじゃない、悪くないんじゃない、俺の刃の精度も今日。よし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 、オッケー。まあここに板を破壊して、せっかちこのスピードで接近できるのめっちゃいいよな。やっぱどう頑張ってもね、
あの、一人飛ばした後に距離がめっちゃあったりとか、で、これがもう、もし仮にその全員健康状態とかだったら、まず距離値から入って、ようやく近づいたと思って、アイテム使わせて、で、なんやかんやダウンしたら、もう残り暗号機守っていく余裕も少しなくて、まあ、守るか、どっか、釣る場所、地下の、あたりでなんか頑張るかとかなんとかしなきゃいけないけど、まあ、その選択肢がまあだいぶ多いなとは思います。うん、悪くない。さあほらこの地下だから見えてるだろ俺の姿。ほら怖いだろ。まだ使ってないよ。オッケーこれインチキだよな。一戦目と見比べてみて。これ威嚇の精度さやばいだろ。最強かこれ。まあこれしっかり狙っていきたい。あ最悪。あーこれ食べられちゃうかも。まあただこれ透明化だからやれない。さすがにこのスピードで上は無理か。あーこれ刃があったらないけたな。いやーこれ溜まる。溜まりたくないね。あー溜まったかも。さすがにガバエイムでした。無理があった。ちょっと自分のフリックエイム過剰にしすぎたな。まあ仕方なく釣りに戻りましょう。で今多分真ん中ジュジュいるよな。そこ乗り越えたのが多分ジュジュ。これちょっとジュジュ3スター溜まってるからそれ用であんま使いたくないな。一発頑張って当てて、でその後の構築を、興奮で消す。そのプランでいこう。監視者ちょっと温存めで。これね、9かよ。もうそこ新規だから、多分新規1なんだよな。そこの真ん中は呪術師の引きすぎで、で、もう1台。お、今から回さなきゃいけないから、こっからサバイバーが通電しようと思ったら、移動して、で、暗号機多分残り 50% 分くらいを、なんとかして救助後に稼がなきゃいけない。あ、最悪最悪だけど、あ、今も威嚇でよかったかもな。さ、これはいいや。これ使わなくていいや。これだったら監視者置いて地下室の精度上げよう。で、上げてで、やっていけば絶対大丈夫。さあ、救助しろ。さあ、救助しない。あれ、え、まだなんかついてる。え、これ何。あ、そんななかったっけ。え、椅子に捕まってる最中のなんか刃の発生、霧の発生って10、なんか12秒とかなんかそんなんじゃなかったっけ。めっちゃ発生してるんだけど。そうなんだ。なんかそこら辺少し鉄サワーと変わった可能性がありますね。なんか思ってるよりなんか長く半分超えてもまだ霧のエリア発生してたから、もしかしてずっとあるのかもしれないですね。さあ、向こうが、あ、回すのやめてる。ワンチャン救助来るのかな。ワンチャン救助来る可能性もある。うわ、もう釣りに行くのも早いな、これ。これワンチャンさ、これが今仮に寸止めだったとしても、うわ、ギリギリ釣れんかった、通電したってなっても、即刃打てば、ダウン取れる可能性があるって考えたら、いいね。で、小説家は溜まってるけど、この風船中だったらもうフラホッチが使えないよ。はい、ダウン。あー、最悪。待って。お願い、待ってほしいな。オッケー、よし。あはは、危ねえ。危ねえ。これ半分、超えるでしょ、多分。超えるでしょ。超えるよね。あ、オッケー、超えた。あー、最高。これも興奮、興奮でいいや。もうこれ透明化切らされる前に早めに使って。オッケー、よーし。さあ、倒れました。まあ、ということで、今回、リッパーの、で、これまた透明化してるしな。強化やってみたんですけど、実際に蓋開けてみればかなり使いやすいですね。これ、いつ前にもなんかすぐ残ってるし、なんか今、刃となんか別であった気もするし、あ、でもこれまた透明化強い。はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。